写真とか動画とかは自由に撮ってもらって構いませんし、SNS も自由にアップしていただいて構わないので、自由に撮ってください。今から僕2時間ひたすら喋るんで、手洗いとか行きたくなったら勝手に行ってください。で、休みたくなったらもう勝手に休んでください。自由にしてくださいね。ネパールで僕の家族なんですけど、2016年に初めてネパールに行って、そこからスタートさせた活動で、今35人の子供を保護して、一つ屋根の下で一緒に生活を送っています。で、僕自身今年に4回渡航していて、3ヶ月に1回ネパールに入っています。2ヶ月日本、1ヶ月ネパール、2ヶ月日本、1ヶ月ネパールみたいな感じで行ったり来たりしてるんですけど、一緒に活動してくれてる日本人のパートナーだったり、現地のスタッフとかは現地にいてくれてるんで、仲間たちは現地に住んでくれていたりとかします。まあ、いろんな理由があってね、僕は移住することをやめたんですけど、まあ、それも最後の方に出てくるので、ぜひまた後で聞いてくださいね。今年入ってすぐ日本でも地震があって、石川県でね、大きな災害があって、まあ、現地に入っている NGO、NPO の仲間たちからも、週末いつ石川に来るんだと、すぐに問い合わせがあったりだとか、まあ、うちの団体のもとで活動してほしいとかっていうような、ことを言われたりだとかしてたんですけど、まあ、僕自身どのタイミングで現地に行こうかとか考えたり、また実際に行こうっていうところまで行ってたんですけど、その時が大雪で、いろんなことを考えた時に、まだ行かない方がいいかもねっていうので、行くのをやめたんですが、まあ、そういった災害支援の現場にも、行ったりします。2022年、静岡県の台風15号の豪雨災害の時も、現地入りしました。で、僕が行ったのは山間部のすごい山の方で、僕が着いたのって6日目7日目だったんですけど、それまでの間は自治体も自衛隊も国の人誰一人サポートとか様子を見に来なかったっていう地域で、やっぱりメンタル的にも誰とも助けてくれないってなったらしんどいですね、辛い時に。で、そういった地域にテレビ局、メディア、ジャーナリストの仲間とかを連れて一緒に行って、全国に放送してもらって、そのもう放送されたらその次の日は来るんですよね、やっぱり。そういうような動きをして、まあ、物資の支援、人員支援、また子どもたちの居場所作りっていうので、ちょっと子供を預かって一緒に遊べる託児とかを作ったりとかしたんですけど、11月3日この間のね、ネパールで大きな地震がありました。日本でもニュースになっててびっくりして、まあ、僕が活動しているカトマンズなんですけど、首都カトマンズとは遠く離れたジャジャルコットっていう地域で、まあ、マグニチュード5ちょっとなんで石川とかよりも全然低いんですけど、それでも現地は本当壊滅的な状況で、これもね、地震があってすぐ現地の NGO、NPO だったり政府の方から連絡が来るんですよ。しゅん、いつ現地入りできるんだと。いや、俺は日本にいるから無理よ言いながらも、やっぱりこう全国各地でニュースになって、いろんな人たちがこの地震のことを知ってくれている。だけどその後の日本の、ネパールの生活だったり、その人たちの思いっていうのは日本には届かない。だから代表して旬が来て、その様子だったりその気持ちだったりっていうのを日本のみんなに届けてほしいんだって言われるわけですよね。で、じゃあカトマンズからどんぐらいかかれないんですか、片道17時間って言われて、車でね、ネパールの17時間結構ですよ。もうネパールの道ってもっとガタガタで縦にバウンドするんですよ。横揺れじゃん、こんな感じじゃん、横に車で揺れるって縦にバウンドするぐらいなんですけど、先月ね、現地に行ってきました。そこの写真なんですが、これ全部家があったところです。全て、崩壊して、なくなっている。僕自身、子供と関わる活動っていうのを中心にやっているので、やっぱりこの時も政府、また現地の NGO、NPO の方たちとどういった関わり方ができるのかっていう話し合いが開かれた時に、市長とかも入って話とかしたんやけど、まあ、2015年4月25日ネパール大きな地震があって、9000人の方が命を落とした大地震があったんですけど、その時とかはやっぱり一緒でテントだったり
ご飯だったり、日用品、いわゆる今を生きる支援っていうのはどんどん届くんですよ。どんどん届いてだけど2015年の地震の後に今もなお復興していない学校ってたくさんあって、ネパールって本当教育が大事なんですよ。教育が未来を作る。勉強して勉強頑張った人たちが仕事に就ける。だから学校とか教育っていうのがなかったら、いわゆる未来に希望さえ抱けない子たちがいる。どれだけ今を生きるでも未来に希望を抱けなかったらしんどいですよね。今を生きるのさえ子供に関わる活動をしているからこそ、この町で一番まず大きな学校、265名の子が通う学校を再建する、そういった動きを、今回12月にやってきました。で、僕が行ったので12月と10日経ってから、12月10日ぐらいから1ヶ月10日ぐらい経ってから行ったんですよ。1週間か1ヶ月と1週間経ってから現地に入ったんですけど、もうまたねすっごい山間部に飛ばされたんで、その1ヶ月と1週間誰からも支援がなかった地域で、山の上にあるんですけど、毎日さ山に 2,3 時間下って物資取りに行って、それを持って上がってたんで、誰も来てくれないな、やっと来たのが日本人かよみたいなね、現地の人たちもびっくりしてたんですけど、この写真、子供たちが実際に通ってた学校です。夜にね地震があったんで、昼間にあったら多分ね全ての命がなくなってたんじゃないのかなって思うぐらい悲惨な状況で、その学校で実際に命を落とした子たちもいます。こういったテントで生活してました。僕もね一緒にこのテントで寝ました。一緒に生活を送りました。冬は氷点下まで下がるんで、かなり寒い地域になっている。だからテント広いのにさ4分の1ぐらいしか使えない。端っこでみんなで肩寄せ合って寝てるんです。市長と話したりしたけど、まあ、2年から3年はこういったテント生活が続くんじゃないかって言われている。かなり復興が遅いですね、ネパールとかっていう国になると。で、今回もメディアだったりジャーナリストの仲間とかを現地で集めて、ネパール全土でニュースになって放送されたりとか、こういった現状に対してやっぱり1ヶ月とちょっとの間誰からも支援がなかった、もっともっと身近な人たちで手を取り合っていこうというメッセージとともに、ニュースに上げてもらいました。ユニフォームだったりリュック、文房具、運動具、また仮設テントによって1年間、しっかりと授業できる、2年間しっかりと授業できる、寒い日をね仮設で作ったり、1年間の先生の給与の保証っていうのを行って学校が回るようにした。皆さんから見て一番左側の女の子は家族、兄弟、お父さんお母さん全てこの地震によって失った子です。こういった後ろのテントで生活を送っている。こうやって再建して少しずつ学校に通えるようにしても、いまだに地震が起きることが怖くて半数以上の子が学校に来れていないというのが現状です。お、ごめんなさい、そうちょっと、実際に僕が移動してた道やねんけど、まあ、17時間って言われても結局行ったら丸2日かかったんですよ。車で丸2日移動で、往復4日間移動で、もう本当にネパールの道は険しすぎるんで、こういう感じでね、もう崖を4日間移動して何回もはまんのよ。何回もはまって、これ死ぬんちゃうかっていう時いっぱいありましたね。現地はの子たちは英語もできないんで、全部ネパール語でプレゼンして、
夜は寒いからって言って火起こしして毎日歌ってるって言って、なんか1ヶ月前に全てを家族だったり兄弟だったり村の人家失った人たちだけど、やっぱりここにはもうすでに前を向いて活動していこうっていうエネルギー活力っていうのがあって、なんか行った僕もすごく元気をもらって、こういう活動って言い方悪く言うと結構僕もリスクがあって、僕は35人の子供たちの生活を面倒見ていたら、まあそれだけでいいかもしれない、それだけで十分かもしれないし、僕はこの子たちの一緒に暮らしていてそれで生活もできている、多くの方たちのサポートがあって活動できている、こういった災害支援をするよって動き出した時に、もしもね、僕よりももっともっと最善の行動が取れる人、僕よりも現地に対してもっといい循環っていうのを生み出せる人がいたら、その人がやったらいいじゃないですか。今回の、災害支援も何百万円っていうお金をかけて行っているわけ。この子たちが笑顔にならなかったら、現地にいい活動っていうのを生み出せなかったら、僕のことを応援してくれている人たちがもしかしたら離れる可能性なんてあるじゃないですか。それと同時に35人の子供たちが生活できなくなっていくかもしれない。自分がここに対して行動したいのか、自分ができることなのか、自分にしかできないことなのかっていうのをすごくチームで話し合っていつも行動するかどうかを考えるんですけど、ちょうど5日前にね、ここの振り返り動画ができたんですよね。まだ SNS にはアップしてないですし、調整段階で修正をしていくんですけど、ちょっと見てください。こういう災害支援とかに対しても、今は行動するようになって、まあ遠すぎるんですけどね、すごく行ってよかったなって思ったし、ちょっと映像の中で再建されていってる家のシーンとかがあったと思うんですけど、あれ村長の家もね一番最初に直すんですよ。で村長が俺の家が一番最初に直るんだって嬉しそうに、言いながら、その横にもう一軒家を作ってるんだっていうわけ。あ、そうなんやって、それは誰が住んでる家なんて言ったら、旬の家に決まってるじゃんとか言って勝手にオレンジを建てようとしてるんですけど、ね、お前はいつここに住むんだよみたいなこと言うんですけど、正直全然住みたくないですね。全然住みたくない。そう、でもまあさて、あったかい人たちで本当にここでも家族って言っていいんじゃないのかっていうようなつながりができました。
他にもいろんな国に活動で行くことがあって、これまで大体30カ国ぐらい世界を回ってきました。今年もアフリカの方にちょっと性に対する問題で勉強したいなっていうところがあって、見に行ったりだとか、アメリカとかカナダとか、それは当初公演で行くんですけど、世界をそういうので回ったりとか、しています。前の9月フィリピンのセブ島に行ってきました。僕は過去一度行ったことがあるんですけど、一緒に活動している画家のゲンクがいるんですけど、ずっと絵を描いているアーティスト、日本中各地で個展してます。でゲンが海外で個展やりたい、だけど自分自身そういったコネクションがない、どういったふうに海外での活動を推し進めていったらいいのかわからない、ちょっとシュン一緒に来てくれよって言ったわけです。7日間のところだった。最後の2日間で個展をする、5日間かけて準備をする。ゲンはアシスタントの子たちと一緒に5日間ずっと絵を描き続けるわけです。一番人気だった絵がこれですね。バナナの絵を見ながらバナナを食べるっていう、で食べたバナナの皮をこの絵の下に捨てていくよ。個展の最後の日とかはこの辺がバナナの皮だらけになってるみたいな。会場のスタッフはすごい嫌そうな顔をしてた。そう、すごい人気で子供たちも喜んでバナナをむさぼり食ってましたね。下に写る写真の子たちはフィリピンのセブ島ストリートで暮らす子供たち、スラムで暮らす子供たち、児童養護施設の子供たちです。ゲンが5日間かけて絵を描いている間、僕はいろんな施設を回った、いろんなスラム街を回った、いろんなストリートの子供たちに出会いに行って、この子たちが抱える環境背景、また一緒にこうやってアートを描くことによってどういった笑顔が生まれていくのか、そういうのを考えながら話をしてた。一人印象に残っている子で言えば、顔にタトゥーが入っている小学5年生の男の子、9歳10歳ぐらい。どうして顔にタトゥー入ってるの？親に入れられたんだ。その子は言う、俺は顔にタトゥーが入ってるから仕事なんてつけないんだよ、俺は顔にタトゥーが入ってるから未来なんてないんだよって言うわけです。9年前僕がネパールのあの子たちと出会った時も彼らも同じようなことを言ってた。自分は孤児だから教育受けられないんだ、自分は孤児だからこの社会で受け入れられないんだと、あることにそんなことばっかり言って、自分たちの生まれた環境に対して受け入れようとしている、しかし自分たちの未来に対して蓋をしているようにも思えたりとかする。そういった子たちと一緒に絵を描いたんです。生き方もそうだし表現も自由だなって思う。こういった途上国って言われるようなところに行くと、多くが美術、音楽、体育、技術、こういった学校の授業がないですね。僕らっていろんな方法でエネルギーを放出することって小さい時から学んできたんだって。歌を歌う、疲れたら運動しよう、そんなもんさえけど、いろんなことを学んできた。だけどそういったエネルギーの放出方法を知らない子がたくさんいるんだって。楽しいこともしんどいことも絵に描いて、歌に歌って、運動して、いろんな方法で外に出せたらいいのになって。その一つ、アートがみんなの近くにあればいいなっていうので、こういったね、子供たちと一緒にアートを描くみたいなことをやったりとかして、素敵な壁だなって思うんですけど、一つ招待したスラム街のお話をさせてください。他のスラム、水上スラムって言われる、海上スラムって言われます。海の上、水の上って書き方をします。この水上スラムで生きる子供たちを招待しようって。ここの村、こうやってね、木を海の上にね、打ち立てて家を建ててるんですけど、もともとめっちゃ綺麗な海やったんです。魚が取れて、貝が取れて、それで人々は自給できて、それを売って経済力を持って、時には真珠なんて取れる、そういった場所だけど、今は差別集落って言われている。僕が歩いているこの
月の下は海になっている町に入っていった時の写真だけど、ちょっと横見てもらったら分かるんですけど、これ海って言われてる割にはちょっとキラキラしてるでしょ、すごく。ビーチの写真です。ここ海ですよ、全部ゴミだらけなんです。あんなにも海が綺麗って言われてた村が、もう今はこうやって海は全体ゴミに覆われている現状がある。なんで綺麗って言われてて真珠なんて取れた村がこうやって汚れていくか。この村の向かい側、ここ海岸あるでしょ、これもともとなかったんですよ。数年前にできた。政府が都市開発だって言ってショッピングモールとか映画館作ったんです。海流の流れが大きく変化する。埋め立て地なんて作るとね、どこかしらに流れてたゴミ、どこかしらに流れてたゴミやけど、海流の流れがダーって変わって流れていたゴミが全部ここに入ってくるようになった。そしてせき止められてここに溜まっていく。ゴミが溜まっていって魚がいなくなった。人々は食べるもの、また経済的に海に頼れなくなって、お金っていう経済を動かすこともできなくなっていく。衛生的な病気が増える。病気になっても貧困がゆえに病院に行けない、薬を買えない。そしてここの人たちはゴミの人間で差別されるようになった。実際に僕が歩いているところです。何層にもゴミが溜まってヘドロになって、もう軽いもんじゃ沈まない。普通に猫が歩いてましたよ、海の上を。海です。すごいですよね。そこにも絵を描いたり、こんだけお肉作ってるんだったら世界中の人たちがお肉食べられるやと。かつてな人間の身勝手、人間の身勝手すぎる。だけど僕ら人間がみんなお肉食べるためだったら仕方ないのかもしれないなって、ちょっと文句言いづらい話出てきましたね。だけど世界の死亡原因、何が理由で人々は一番命を失っているか。飢餓なんですよ。ご飯がないんですよ。ご飯がなくて多くの命がなくなっていってる。飢餓人口3年連続増加してます。8億人の人は食料なんです。あれだけお肉を作っていても食べれないんです。食べれない。穀物、お野菜もいっぱい作ってますよ。世界では約25億トンっていう、もうわけわかんない数字ですね。25億トンの穀物を作ってます、お野菜。日本人一人当たり朝昼晩って150キロ消費するんです。約みんな25億トンのうちの150を消費してます。作った穀物、25億トンっていう穀物を世界中の人たち全員で均等に分け合いましょうって。均等に分け合ってみよう、同じ分配ってみよう。そしたら80億人一人当たりだいたい約340キロ食べられると言われてるんです。340、僕ら日本人の倍以上の量世界の人たち食べれます。お野菜も25億トン作っていて、日本人150消費していて、25億トンみんなで分けたら340、僕らの倍以上の量食べられるんですよ。だけど飢餓が一番多いんです。お野菜あんなで作ってて、お肉あんなで作っていて、ご飯食べれない子たちが一番多いんです。もちろん身近な問題で言ったら食品ロスがありますね。買いすぎ、作りすぎ、残しすぎ。日本人で言ったら食べすぎ、過食の病気が増えてるね。自分たちの健康状態ともつながってくる話になるんですけど、今日はシンプルな食のサイクルっていうのを紹介させてください。皆さんから見て右側、世界中で作った穀物をみんなで分け与えたらみんなが食べられるんです。足りてます、余ります。だけど
今の現状、みんなで作った穀物を出てきましたね。あの家畜現場に持っていく、そして家畜動物が消費する。お肉を食べられるのは一部の人で、この横に貧困飢餓が生まれてくる。こういった食のサイクルがあるって言われてます。簡単に言うと、もうめちゃくちゃ食い寄るんですよ。めちゃくちゃ食い寄る。世界で生産している 40%、 世界で生産している穀物の 40% は家畜動物が食べています。世界で生産している大豆、豆なので言えば 80% 家畜動物が消費しているんですよ。残りの 20% の豆、加工品に変えたりエネルギーに変えたりします。人間が直接消費するのは 10% 満たないと言われている。農業との付き合い方も大きく変わっているのかもしれないね。昔は自分たちに必要な分、地域で分け合ってみんなで助け合って生きていこうって。だけど今は、なんで農業やってんの？お肉食べるため。そうやって言っても過言ではないのかもしれない。こういった地球、ワクチンの接種、数百円、数千円。そのワクチンの接種がないだけで命を落としていく。多くが乳児期です。亡くなるの。免疫力つくまでの間に命を落としちゃうんです。1歳、2歳、免疫力つくまでの間、保護をしてあげる。それだけで助かる命がたくさんある。でもそれが世界に行き渡らない。世界の人たちがそれを必要と思っていない。これ教育とか教養の部分ですね。ここも問題になってますよ。双方を上げていかないといけない。本当に世界を回っていると、こういった貧困現場に行っていると見るに耐えないような光景をたくさん見てきました。もうここから逃げ出したいなんてしょっちゅう思った。だけど貧困って言われる現場でもめちゃくちゃ笑顔に豊かに生きている子どもたちもいるわけですよね。なんかめっちゃこいつ目輝いてる、なんでこんな元気あんの。ストリートの子どもたち、僕が一緒に暮らしている子どもたち、めっちゃ笑顔で、じゃあしゃん今から物乞い行ってくるっつって出勤していくんですよね。なんでこいつこんなテンション高いみたいな、そういう子たちがいるわけですよね。これ何なんだろうと思って、世界中のスラムや施設、そういった貧困地域の子どもたちに出会って考えてたんです。比較的豊かだなって思う人たち、共通点があった。この子たちは豊かだなって思うスラム施設、そこではコミュニティでの生活が成り立っていたわけです。これめちゃくちゃ大事ですよ。富裕層と貧困層の生活は分かれていて、自分たちと同じような環境の人たちを助け合って生きていた。どういうことか。どうしてスラム街にやってくるの？災害によって家を失った、仕事を失って家賃払えない、だからこういった無法地帯にやってきた。ビザですね、不法滞在、難民。
stars lean in.